青コーナー240ポンド西村治。無我を貫く西村治。赤コーナー220ポンド志賀健太郎。ノアを感じさせる志賀健太郎。西田川修一。ナビゲーションオーバーザデイトライン、日付変更線を越える航海、志賀と西村は団体の壁を越えました。こちら新日本プロレス西村治、単身ノアに乗り込んでまいりました。無我の境地、このノアのリングで何を見せるのか、そして何を感じるのか、迎え撃つは赤コーナー志賀健太郎であります。ノア対新日本、志賀対西村、長野大会で実現、21世紀の川中島決戦、まもなくです。志賀、無我と遭遇。志賀健太郎対西村治。左、黄色のショートタイツ志賀健太郎。組み合った、未知との遭遇であります。黒のショートタイツ西村治。さあ組み合った、箱舟の魂と無我の境地が相まみえました。押し込んでいった志賀健太郎。さあ組み合って、相手の力どれほど感じているのか。西村が発動としています。志賀がブレイクしました。志賀健太郎対西村治、30分の一本勝負であります。再び組み合って、押し込むか。西村が押していきました。ニュートラルコーナー、コーナーを背にしている志賀、一つポーンと志賀の胸を叩いてブレイクしました。西村治であります。体格で言いますと志賀健太郎187センチ90キロ、西村が186センチ105キロということになっています。まずは両者お互い相手の力を試そうという攻防であります。西村の左の腕を取った志賀健太郎、ノアに乗り込んできた西村を迎え撃っています。投げていった、グラウンドへ。さあ無我の境地、自分のペースに持ち込むことができるのか。このアウェーのノアのリングであります。ヘッドシザースがっちりと入っています。リングのほぼ中央、西村のヘッドシザース、志賀の後部、そして首のあたり、今一瞬力を入れました。さあ耐えることができるか。足を伸ばそうとしますがローパー遠い。まず志賀の動きを止めています。膝をついた状態、ロープを求めました。ロープブレイクです。サードロープを捉えました志賀の左足、ヘッドシザースに思わずロープブレイク。相手の力を感じ、そしてまずは西村が志賀の動きを止めました。さあ仕切り直し、どう攻めるか、どう組み立てるか。手四つの状態、前蹴りからサイドのヘッドロック、今度は志賀が締めていく。絞り直します。自分の左腕を巻き直して、顔面そして頭部を締め上げていく志賀健太郎。ノアの魂を感じさせることができるかどうか。西村がロープブレイク、エルボーを放っていった。フリーにブレイクしませんでした。西村の入場時にノアのファンからブーイングはありませんでした。果たしてこの西村治というレスラーが一体どんなレスリングをするのか。長野運動公園総合体育館1800人注目しております。西村の腕を取った、バックに回っている志賀、反時計に回って遠心力振りほどいてバックを取り返しました。そしてすかさずグラウンドへ。流れが西村に傾きつつあります。腕への衝撃、志賀健太郎が1974年12月生まれの27歳、デビュー8年であります。一方の西村、1971年9月生まれの30歳、デビュー11年のキャリアがあります。志賀が8年、西村が11年。
しかしこの西村というレスラー、11年のレスラー生活の中で様々なことがありました。アメリカそしてヨーロッパへの武者修行もあれば、98年からはがんの治療のため長期欠場を強いられました。腕を取った西村、振りほどこうとする滋賀健太郎。30分の一本勝負、まず序盤は静かな立ち上がりであります。腕を絞る志賀は、なんとかスタンディングの状態で自分のペースを握りたい。一方の西村、グラウンドテクニックがあります。今ちらっとロープサイドを見た西村、ここまでお互い決定的なポイントはありません。静まり返ってこの両雄の戦いを見つめている観衆1800人。5分経過しました。さあこの5分でお互い何を感じたか、そして何をプログラムしていくのか。手があった。腕を取る。脇固めの状態に強引に持っていきました。背後から忍び寄る西村、捕らえる滋賀健太郎。ノアと新日本、滋賀と西村のシングルマッチ、実は今日 8.29 東京の日本武道館では新日本プロレスの大会にノアのジュニア勢が参戦しています。その代替としまして、三沢が新日勢の 8.29 このノア長野大会への出場を要求しました。つまりワンナイトトレードという形を取りました。そこに真っ先に名乗りを上げたのがこの滋賀健太郎、そしてその滋賀の行動に西村が反応しました。そういったいきさつで実現した滋賀対西村のシングルマッチ、先ほど5分が経過しました。最初のカバーは西村でした。首投げから今度は滋賀がカバー、腕をがっちりと巻きつけて体重を浴びせていきます。その腕を離しません西村。藤波の提唱します無我の境地、その理念に感じ入りまして、自らのレスリングスタイル貫いています西村。このノアのリングには尊敬の念を抱いて上がりたい、そう語っていた西村です。サイドのヘッドロックを離しません。逃れることができるかしが、ロープに振ろうとしますが、その西村の左腕がまだがっちりと巻きついています。西村は言いました、これも宇宙の中の一つの旅、自分は無我の理念を貫き、そして滋賀選手からはノアの魂を感じる旅である。西村らしいコメントが聞かれました。ヘッドロック地獄が続いています。組み直してバックを取るか、足を取った、グラウンドへ、すかさずカバーまで持ってきます。一瞬の切り返しでスタンディングからグラウンド、そしてさらにカバーまで続けています。186cm 105kg の西村、手を上げてリストのあたりを掴んでカバーしていきます。これで体重が乗りますとかなり返すのが難しい形のカバーであります。体重を浴びせ、そしてヘッドロックを離さない、ねちっこいファイトを展開しています西村。試合前、まずこの志賀は西村について VTR やテレビで研究しているが、実際に一度踏み合ってみないとわからない、だが精神的にはかなり強いレスラーだと思う、この一戦は両団体の看板をかけた試合、これで弾みをつけて GHC のタック戦線に向け弾みをつけたいと語っていた滋賀健太郎です。このシリーズ、先の 8.24 シリーズ開幕戦リファ有明大会でおよそ3ヶ月ぶりに膝の怪我から復帰した滋賀健太郎です。その滋賀がヘッドシザースの体勢、それを西村が倒立してゆっくりと体勢を入れ替えて抜きました。不思議な空気が流れています。
今の攻防に大きな歓声拍手が沸き起こりました。ヘッドシザースを倒立で返していきました。ブラックを取った滋賀健太郎、 GHC のタック戦線に向け弾みをつけることができるか。さあ今度は逆に西村がヘッドシザース、首を捉えております。試合序盤でも見られました。今度は腕も決めています。腕ひしぎもあります。苦しい滋賀の息遣いが聞こえてきます。腕ひしぎだ、まだロックしている。あ、キーロック、腕ひしぎからキーロック、切り替えてまいりました。試合巧者、新日本プロレスの西村治。派手さはありませんが重厚感が漂っています。左の腕を決めているキーロック。さあ滋賀が体勢を入れ替えて覆いかぶさる形、打開してカウントはワンです。滋賀と西村の10分が経過しました。30分の一本勝負であります。さあ西村の試合前のコメントですが、ノアという他流派に対して尊敬の念を持ってリングに上がりたい。ノアも滋賀も全く経験したことない未知の世界である。追いかぶさったブリッジだ。滋賀の90キロ、その体格体重をものともしません。ブリッジで返していった。さあそこから起き上がった西村に大きな歓声。今度は投げていった、鮮やか西村治。ここで西村が自らを鼓舞するように、そして滋賀へのメッセージか。拍手を送りました。再び組み合う未知の世界。腕を取ってスタンディングの状態、西村がその旅を楽しんでいるかのように見えます。サーフボードの体勢に捉えた。滋賀は試合序盤から防戦一方、自分のペースに持っていくことができません。これが無我のリズムなのか。体勢を低くしました。そして膝を当てるサーフボードストレッチの体勢。この西村は言いました。今回は新日プロと違うものを見つける旅である。自らは無我の理念を貫き、滋賀からはノアの魂を感じたい。さあそのノアの魂を見せることができるか。体勢を入れ替えることができるか。滋賀健太郎、力が入る両雄。さあどうだ、やった。苦しい状態が続いている滋賀健太郎。ノアの代表として新日本から文字通り単身乗り込んできたこの西村、その西村を迎え撃つことができるか。さあ力の勝負だ。筋肉が隆起します。さあ力が入る、あと少し、返した。西村が返します。グラウンドの攻防、そしてこの力技でもペースを握られつつある滋賀健太郎。当然年齢差、そしてデビューからの年数、キャリアからしても西村の方がやや上回っていますが、ここはノアのマットであります。意地を見せたい。 GHC のタック戦線、小橋とのタックで名乗りを上げたい滋賀健太郎。意地があります。うんと一回転、この地獄から逃れることができません。そしてノアのファンからも大きな拍手が送られています。滋賀への声援も飛んでいる長野運動公園総合体育館。この窮地を脱することができるか。もう一度チャレンジ。苦しい息遣いは、これは西村だ。滋賀が返しました。ようやくバックを捉えた。逆に西村に対してサーフボードの体勢を取りました。さあここから滋賀がどう攻めるか。おっと、キックを見舞って現役、あっという間に離れました西村治。それを正面で見ました滋賀健太郎。再び仕切り直し。押し込んでコーナー。
ナーです。赤コーナーのコーナー下には本田太郎がセコンドについています。エルボースマッシュ、西村エルボースマッシュ、目を覚まさせるかのようなエルボースマッシュ、一転して打撃戦に移りました。3連発のエルボースマッシュ、首を掴んで場外戦だ。西村が場外戦を仕掛けました。リングの下に志賀健太郎を追っていった。さあ西村が捉えてバックを取った。膝のあたりだ。デッサクが近いぞ。いった。バーディークラッシュ。膝を壊しにかかりました西村治。そうです、この志賀健太郎はこのシリーズ開幕戦膝の怪我から復帰したばかりであります。およそ3ヶ月ぶりにこのシリーズ開幕戦 8.24 リファ有明大会で復帰したばかりのこの志賀健太郎、場外カウントが数えられています。カウント20でリングアウト負け。一発気合を入れました。そして沸き起こる拍手、この西村が促しました。正々堂々リングの中に戻ってこい。待ち構えている西村治。でも顎先を捉えました。15分が経過しました。立てません。歯を食いしばります志賀健太郎。小橋とのタックで GAC のタック戦線に名乗りを上げたい。そのためにも景気づけ、なんとか弾みをつけたいこの一戦であります志賀健太郎。しかし先ほど15分が経過しました。苦しい15分が過ぎ、そして場外戦、膝を痛めつけられてなかなか戻ることができません。戻れるか。11まで数えられている。ようやくエプロンサイド、ロープをつかみながらドロップキック、場外にドロップキック。完全に西村ワールドになっております。ここはノアのマット出しが健太郎。ノアの代表として新日西村を迎え撃つ。リングに戻れません。ノアのリングに戻れません。シガコールが今起きました。リングを回って膝を確かめるように。もちろんこの志賀健太郎にはレフリー西永の場外カウント聞こえています。どう戻るか。盤石の体勢で西村が控えています。痛いらしいテーピングが見られました。さあ待ち構えていた西村がロープに振った。足を取るカニバサミ。さあそしてリバースのインディアンデスラック。これはきつい場外戦での膝。さあそして弓矢固め。滋賀ピンチ。西村が無我の境地、箱舟の旅を楽しんでいます。体勢を今入れ替えてスリーパーです。完全にポイントを絞りました。この西村が志賀に対してもノアに対しても全く未知の世界と試合前語っていましたが、もちろんこの研究はしていたでしょう。志賀健太郎の膝に攻撃を絞りました。復帰したとはいえ膝の怪我が癒えたばかりの志賀健太郎。しかしこの志賀にはこの対新日本対西村戦真っ先に名乗りを上げたという自負があります。そしてプライドがあります。足を絞る。グラウンドで完全に自分のリズムになっています。手を伸ばすか。セコンドの本田太郎が声をかける。往復前進して見えた、届いた、ロープブレイクです。あの 8.24 志賀健太郎復帰戦、小橋とのタッグで田上米組と対戦しました。最後は新技志賀締め。この志賀締めは公式発表の名前です。しかし小橋が提案し志賀も検討しているというワイキキビーチ、この技で米から勝利を収めました。グラウンド技であります志賀締め、 STF の体勢からスリーパーを加えていくという新しい技、この技で復帰戦を飾りました志賀健太郎。しかし今日のこのシングルマッチ西村を相手に完全にペースを奪われています。ここまで試合開始から志賀がほとんど攻撃に出ることができません。
グラウンドでの攻防もそうです。そして場外戦でも膝を痛めつけられました。なんとか GSC のタック戦線に向けて弾みをつけたい滋賀ではありますが、苦しい戦いが続いています。このシリーズの 9.5 高楽園ホール大会では8人タック、小橋軍対秋山軍が組まれています。今後小橋とのタック、 GHC タック殴り込み、そのためにもなんとかこの西村を破り弾みをつけたいところであります。さあこのグラウンドが今後滋賀健太郎にとって重要なポイントとなってくるでありましょう。あの必殺の新技滋賀締めまで持ってくることができるかどうか。ロープが見えました、サードロープが見えました。しかし届かない。それを見た西村がさらに絞りをきつくしました。まだロープブレイクではありません。顔面を蹴り上げた。20分経過です。20分経過、滋賀の反撃はいつになるのか。あーきつい、これはきつい。完全に足を捉えました。体を入れ替えて伸ばした、届いた。20分経過しました。30分の一本勝負、滋賀健太郎対西村治。20分が経過しています。再び足を取ってグラウンドか。足4の字だ。ギアフォーレッグロック。足を今西村の左の足かかとのあたりを上げてなんとか防ごうという滋賀健太郎ですが、4の字に来ました西村。場外での鉄柵にクラッシャーがありました。そして弓矢固め、その前のリバースのインディアンデスロック、さらにはアキレス腱、そしてこの4の字ががっちりと決まっています。裏返すことができるか。あ、顔面真っ赤になりつつある滋賀健太郎、そしてさらに力を入れて締め上げていく西村治であります。体勢が今ようやく逆になりました。さあこれで痛みが西村に対して痛みが伝わっている。さあそして絞れ絞れとセコンド陣が声をかけている。絞ることができるか。あ、しかしひねり返した西村ひねり返した。果たしてこの試合、先ほど20分経過しましたが、滋賀はどれほどこのロープに助けられているのか。キャリアの差を乗り越えることができるのか。まずは自分のペース、自分のリズムに移したい。さあ素早く狙っている、西村が狙っている。ダイビングニードロップ、これは自爆。さあここで反撃ののろしを上げることができるのか。背後から迫っていく、しかし足を引きずりながら攻撃に移ることができるか。コーナーを背にしての滋賀のエルボー、そして逆に振り返した西村。これはよく見ていた。 DDT 滋賀 DDT。 さあ反撃だ。さあここからだ。カバーした、ようやくカバーまで持ってきた。カウントは2。20分経過してようやく DDT が出ました。滋賀健太郎頭をむんずと掴んで、今度は滋賀が先ほどのお返しだ。場外戦を仕掛けました。ゆっくりとにじり寄る、膝の調子を確かめながら頭を掴んだ。場外で西村を捉えて鉄柵攻撃だ。西村この野郎という滋賀健太郎の声がこの長野運動公園総合体育館に響きました。反撃の DDT から場外戦を仕掛けた滋賀、ノアの魂を感じさせることができるのか。本部席の机に向かって頭を打ちつけていきました。先ほどはいいようにあしらわれてしまいました場外戦、今度は滋賀が仕掛けています。30分の一本勝負、リングの中に戻した滋賀健太郎、20分間耐えました。セカンドロープをまたいで滋賀がリングの中に戻ってきた。先ほど一発 DDT がありました。首投げの体勢こらえている西村、足をかけた首投げ、滋賀の右足がフックされています。力でいくか。90キロの滋賀、105キロの西村、
投げていった、首投げスリーパー、首投げからスリーパー、チョークではありません。頸動脈の動きを止めるスリーパーであります。肺のあたりにも右手が巻きつき、そして志賀の左腕が西村治の頸動脈を今止めています。落ちるか落ちるか、グラウンドに持ってきた。さあ西村がこの試合初めて苦しい表情になってきた。たった一人でこのノア長野大会に乗り込んできた西村。さあその西村がピンチを迎えている。志賀の反撃が始まりました。スタンディングになった。186cm 西村、187cm 志賀健太郎、ロープに飛んで加速してもう一度、このスリーパーで西村の体力を奪おうという志賀健太郎の作戦でありましょう。しかしこの西村にはスタミナがあります。今年の G1 新日本プロレスで行われたあの G1 ベスト4進出、25分経過です。あの永田中西長野と30分ドローを演じました。その西村、その西村の体力を奪って残り時間5分ということになります。30分の一本勝負、カウンターでドロップキック、テイク、膝を狙ってきました西村。狙っています、狙っている。何を狙うか、膝か、膝だ、膝が来た、捉えて4の字か、今度はがっちり入るか、入るか、防ぐことができるか。志賀、およそ3ヶ月ぶりに膝の怪我から復帰した志賀健太郎。25分が経過しています。志賀と無賀、25分が経過しました。入れ替えて、もう一度反転。この試合志賀健太郎、残り時間4分であります。残り時間4分。さあ今うなずいて気合を入れた。さあ西村がその声を聞いて試合を決めるのか。ドロップキック、その場、しかしこれは見ていた志賀健太郎。さあ今チャンス、ネックブリーカースリーパーだ。ネックブリーカーからスリーパー。どうやらこの志賀健太郎、西村の首の部分に攻撃の的を絞りました。入ったな西村。落ちません、西村。スリーパー地獄。入ったな西村。残り時間が気になる。ロープを求める西村がロープブレイク。西村がロープに救われました。さあ攻め時だ、志賀としては攻め時だ。体力を奪いました。あとは新技ワイキキビーチ、志賀締めに持っていくことができるか。場外の DDT、 残り時間3分だ。あと180秒の勝負。初遭遇の志賀健太郎、西村治、残り時間3分を切っています。場外の DDT を敢行した志賀、先に戻っている西村が今エプロンに手をついた。残り時間3分。ここまで防戦一方の志賀健太郎、しかし場外の DDT でペースをつかみました。さあトップロープを挟んでのブレンバスターの体勢、志賀が仕掛けていくか、いくか、おっと西村こらえた。志賀放つことができるか。ブレンバスターの打ち合いだ。志賀こらえた、気合が入った、上げた、しかしスルーして、あー来たー、コブラツイスト、西村コブラツイスト、リングの幅中央、逃れることができない志賀健太郎、力が入る。さあ勝負に出たか、勝負に出たか、残り時間2分だ、切り替えて万事がダメだ、見せる見せる、西村が見せる、ノアのマットで万事がダメ。さあ勝負に出た西村、こらえることができるか。志賀健太郎苦しい、崩れた、グラウンドだ。バックに回って腕をロックして、この体勢は、あー来た、ジャパニーズレッグクラッチ、カウント2、ノーブリ飛ばした、バックを取る、バックを取る、投げるか、そのまま固めた。さあ来た、来たぞ、2カウント、ジャパニーズレッグロールクラッチの2連発。さあ拳を握った、顔面パンチ、
コブラを見せた、そして万事を見せた西村修。志賀はしのいでいる。さあ今度は取り合っている、取り合っている。残り時間1分60秒の勝負だ。さあ今度は、今度は志賀健太郎、志賀健太郎西村に対してラウンドだ。コブラから、さあどうだ、 STF だ。ステップオーバーとホールドビーズフェイスロック。今は確かにフェイスロックです。このままスリーパーに移行することができれば、志賀締め、いわゆるワイキキビーチであります、あの開幕のディファで放ったあの志賀締めをこの西村修に放つことができるのか。さあ STF、 顎のあたりにガッチリ決まっている。30秒だ、残り30秒。引き上げた、引き上げた、志賀が勝負に出た。29分30秒耐え忍んだ志賀健太郎、一気に勝負を決めるか。さあどうだ、こらえた、西村こらえた。もう一度力を入れる、力を入れる。さあどうだ、顔面締め、ステップオーバーとホールドビーズフェイスロック。さあ切り替えた、志賀締めだ。落とすことができるか、どうだ、志賀締め決まっている、決まっている。どうだ、西村苦しい。ああここでガンガー、初遭遇の志賀健太郎対西村修、30分のドロー。二人にとって30分は短すぎたか。耐え忍んだ志賀健太郎が最後に必殺の新技志賀締めを出しましたが、西村としてはゴングに救われたか。30分間戦い抜きました志賀、そして西村。これで志賀健太郎は、そして西村修は何を感じたか。ノアの魂感じさせることができたか。そして無我の境地、西村修初のシングルは30分のドローでありました。8.29、 長野大会で実現した。あ、今がっちり握手、志賀が手を添えました。そして健闘をたたえました。西村修、余裕、何を思うか、何を感じたか。西村修、無我の境地、30分間戦い抜いてドローということになりました。